どうも、ティータイムラバーズの天馬です。今回は先日ですね、リリースされたばかりのリン・ザ・ライトブリンガーというですね、ゲームがリリースされましたので、ちょっとね、そちらを早速プレイしてみました。で、まあ僕なりにね、まだちょっとしかできていないんですけれども、まあこういう風に進めた方が効率的だなっていうのがなんとなく見えてきましたので、その辺をね、ちょっと話していきたいなと思います。で、まずはじめにやっぱりしなければいけないのは、やっぱりね、この手の、まあ、このゲームどういう系のゲームかっていうと、いわゆる、まあ普通の RPG、スマホ系の RPG 系ゲームですよね。うん。このゲームだと、一応5人でチームを組んで、それで敵と戦っていくようなゲームになっているんですけれども、やっぱりね、この手のゲームどうしてもキャラの強さが大事になってくるんですよね。なので、まずはやっぱりリセマラから始めましょうということになってきますね。で、リセマラで、する前になんですけれども、まあ、ちょっと僕も終わっちゃったんですけれども、最初にね、選択召喚というものが、このゲーム最初にできるんですよ。最初の1の2ぐらいかな、クリアして、したところでできるので、まあね、そこで、まず、選択召喚で、まあ何度でも引き直せるので、そこで、まあ、まず誰選ぶかなんですけれども、はい。で、選択召喚の時のおすすめキャラなんですけれども、まあキャラというかね、このゲームにはいろいろなタイプがあるんですよ。例えばこのリリスで言ったら魔法型、このね、上の方にちっちゃいアイコンで出てるのが、このキャラクターのタイプになるんですけれども、いろいろなタイプがあるんですが、なんといっても最初に欲しいのが、このリアと一緒のあの縦マークになってますけど、防御型のキャラですね。まず防御型のキャラがちょっとね、一人強いのいないとストーリー多分行き詰まりやすいと思います。基本的に防御型のキャラを前線に置いて、で、まあね、そいつさえ生きてれば、基本的に後衛のキャラ、あんまり攻撃されませんので、まずは、防御型のキャラが欲しいなっていうところで、まあ、選択召喚としては、その防御型の、強いキャラを選んでくれればなと、僕的には思いますね。で、その後、やっぱりね、この赤いダイヤがこのゲームでいうところの、ガチャできるアイテムになってくるんですけれども、これを使って、召喚していくんですが、まあ今だったらこの限定ピックアップで来ているロッキーが、一番最高ランクのね、古代のレアリティのキャラになって結構強キャラ扱いはされてそうなので、まあその最初に選択召喚で、防御型のキャラとこのロッキー2体をね、引いておけば結構序盤ストーリーではつまらないんじゃないかなっていうところですね。まあ、あとはヒーラーが欲しいので、出たガチャの中でね、ヒーラーとかを入れていけばいいかなといったところですね。はい。で、そっから、まあ、キャラが、リセマラ終わってキャラが揃いましたとなったら、やっぱりね、最初はガンガンにこの冒険ですか、今まだ僕4章までしかできてないんですけれども、ガンガンにストーリーを進めていきましょう。で、まあこの手のゲームよくあるあるなんですけれども、ストーリーをある程度進めるとコンテンツがね、いろいろ解放されてきて、で、特に、最初、ここまでは絶対に進めてほしいっていうのが、2の10まで進めると、この、隋の大地というコンテンツが解放されるんですよ。で、この隋の大地がどういうコンテンツかというと、1日3回までしか回せないコンテンツで、これが、キャラをね、進化させるとき、このゲーム最初は星4、まあ最大レアリティだと星4で、そっからどんどん進化してレアリティを、星の数をね、上げていけるんですけれども、それに必要なのがこのエッセンスっていう、アイテムになってくるんですね。なのでこのエッセンスを集めるために必要なコンテンツである、この隋の大地でいいんですかね。このコンテンツをまずは解放させる必要があるかなというところですね。
なので、ここを優先して、まず集めたいので、まあ、ここまでは進めましょうというところですね。まあ、2の10でとどまらずに、この先ね、どんどん、いいコンテンツもどんどん解放されますんで、まずは、とにかく冒険を進めていって、コンテンツを解放することを急いだ方がいいと思います。まあ、冒険を進めていくことによって、この赤いダイヤもね、回収できてくるので、その分もね、より、冒険を進めることのメリットとして挙げれますね。で、ガンガンに最初進めていくと、僕もね、オートでほとんど進めていって、そんなに序盤はつまらないんですが、まあ、3章の後半から4章にかけて、結構、メンツによってはですね、なかなかクリアが難しくなってくるかなと思います。で、その辺で行き詰まった時にどうするかっていうと、まあ基本的には、過去ね、クリアしているストーリーのどっかを周回して、レベルを上げていったりとか、まああとはこっちのね、挑戦コンテンツで、討伐っていうのも、4章かな ?3 章かなとかでクリアすると出てくるんですけれども、ここで装備を集めたり、まあでも基本は多分このゲームまずはキャラ育成だと思うので序盤のストーリーでどっか周回してレベル上げをひたすらしていくのがいいんですかねっていうような感じでやっていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はね新たに配信され始めましたリンの最序盤の進め方ということで参考にしてくださればなと思います。はい、というわけで本日動画ご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。